はい。じゃあまあ最後の今回の言語っていうもののテーマの予想問題からのまあおまけとしてですけれども、近世一気に概観しちゃいまーすっていうことを踏まえて、近世っていうものを1492年からフランス革命のうち伝えの戦争が起きる、この1792年っていうところで区切りましたっていうことを踏まえたってのは、ここにおいて一つの特徴っていうものが見られるからです。それはどうやったら見えるかっていう特徴ですけれども、まあ、皆さん、中世に関してはちょこって触れましたよね。ちょこってっていうか、中世っていうものを特徴づける2つの要素は、地方分権、まあだから群雄割拠の時代ですよ。あの諸侯たちがめっちゃ力を持ってるっていうね。で、もう一つ貨幣経済の発達。貨幣経済じゃねえや。これ中世はね、自給自足経済だ。これ自給自足型経済が一つの特徴としてあるわけですよ。ただ、この自給自足型経済っていうのが、近世、近代に近づくにつれて、交換経済、ないし貨幣経済に変わっていくわけです。中世っていう時代はものすごい全てにおいて過渡期にある時代なんですよ。その何かが移り変わろうとしている時代、そうした過渡期であるところの中世が一気に劇的にザーっていう風に進んでいくのが近世であります。つまり近世っていうのは近代と中世のちょうど橋渡しをしている、それが特徴ですよね、言うならば。で、その特徴が具体的にどのように見られるのかっていうのであれば、やはりそれは貨幣経済の著しい進展、貨幣経済のともう一つ、この地方分権っていうものが国家によっていろんなあの統一の仕方が見られますが、王権集中していくわけですよ。だから一つの国家としてのまとまりですね。まとまりっていうものを一番代表的に表している出来事が1648年にできる30年戦争の講和条約となるところのウェストファーリア条約なわけです。この条約っていうのはあのヨーロッパにおいて主権国家体制を認めた。だからなんかこう国家がいっぱいあるわけですよ。まあ仮にこうなんかフランスがあって、なんかスペインがあったとするじゃないですか。まあ位置関係なんか違いますけれども、でなんかこうフランスのこうなんかひょこひょこした諸侯がいるわけじゃないですか。こうした諸侯とスペイン国王がこうやって契約を結ぶような時代が今まで中世だったんですよ。でもこれじゃなくて、これら諸侯を一つにまとめ上げたこう王様みたいなんがいて、この王様がそのスペインも当然こういう風になんかいっぱい強いなんか諸侯みたいにいるんでしょうよ。これらをまとめ上げたスペイン国王がいて、まあスペインは比較的王権が強い国と言われてますから、こんな風に諸侯はそんなにいないでしょうけれども、この王様と王様が一つの代表として、いろいろと条約とか、まあいろんなものを交わしていくっていうのが主権国家体制です。だから、ここの国家が一つのまとまりを持って、この一人の代表者っていうものになんか担当される時代になったっていうことですよね。一つの国家としてのまとまりと貨幣経済、これが近世の特徴であります。で、皆さん、アドバンスの世界史の方の世界史を見通すだったと思うんですけど、あれは大体近代史をやってるんですよ。で、あの近代史の中で、一番初めのところに近代の特徴っていうものを挙げつらいました。その近代の特徴の中として挙げたものとして、主権国家体制っていうものがあって、あと産業革命っていうものがあって、あと最後に国民国家っていうものがあるわけですよね。で、主権国家体制はもう近世の頃からの特徴としてこう一つ、あの近世を引き継いだ上での近代としてあるわけですよ。で、ここでじゃあこれが近代になると何が変わってくるのかって言ったら、国民主権、国民国家っていうところが強く変わっていくわけですよ。だから今までは人は国家なりっていうようなものに代表されるようななんかよくわかんない一つの金具がいて、そこに住むような一つの国が、なんかこの人がなんか王権神授説とかなんか言って、なんか神から与えられたんだぞこの権利がとかっていう時代から、ここの一個一個が、いやいやそうじゃないぞっていう風に反抗したり、俺たちが主権の担い手だっていう風に言う時代に変わっていく。これが近代であります。そして、まあこの貨幣経済とか、まあ別になんちゃら経済っていう風に語ってもいいんですけれども、まあもう一つ産業社会っていうものがどんどん展開していくのがまた一つ近代の特徴でもあります。
まあ、近代っていうのは非常にね、学問においても特殊な時代とされていて、まあ、それだけで一つ研究の対象となりうるんですが、まあ、そうした余談は置っといて、じゃあ何をね、この今から近世を概観するっていうことが何を意味してるかっていうことを、なんか皆さん胸に留めた上で、ちょっとこのビデオ見てってください。これなんかすごいいろいろと書きましたけれども、まあ、何書いたかって、起きた戦争の名前と、なんか、結局起きた出来事を今、ダーッと羅列しております。で、まあこれ当然、天じゃないですよ、出来事っていうのは。別に、まあそれ天の出来事もありますよ、ベファントの海戦とか天ですしね。でも、なんか30年戦争なんて別に30年も来てんだから、こういう風な戦なわけじゃないですか。でもまあそれ別に置いといて、まあ皆さんこれパッパッパって僕が好きな省略をね、なんか困ってるかもしれませんけど、まあそれで確認したいのであれば、イタリア戦争っていう戦争を覚えてますよね。これでなんか、一気に有力な諸侯っていうものがイタリア戦争ってイタリアでドンパチやらかしたんですよ。フランスのフランスプロロン家とハプスブルク家がこの両者がガシガシ喧嘩してるわけですよ。でこの両者が戦う中のでその国内にいた諸侯自体が、まあ、昔の騎士戦から火薬とかバンバン使った戦いになっていくから、まあ、ちょっとやそっとのね強い諸侯だったらすぐ没落していくんですよ。かなり強い諸侯じゃないと。でそういうことで有力諸侯がどんどん没落していく中、相対的に王権が強くなっていって、ここから王権が強くなって国家としてのまとまりが王を中心にしてできていくんですけれども、イタリア戦争ってありましたね。で、まあ、1517年から始まるようなルターによる宗教改革によってフランスにはその宗教改革を派生してユグノって言われるような新教徒対カトリックの喧嘩が勃発するわけですよ。ユグノ戦争覚えてますよね。でまあそうした一方でユグノ戦争が起きてたら今度スペイン何やってるかって言ったら、スペインがオランダの独立さんをたげるとオランダ独立戦争やってるわけですよ。でもこれ結局オランダ独立しちゃうんですよね。でまあそうした状態の中で、じゃスペインはオランダ独立、オランダの相手もしなきゃいけないし、その一方でレパントの海戦とかアルマダの海戦をやってるわけですよ。これそれぞれ知ってますよね。レパントは誰と戦ったか、アルマダは誰と戦ったか、まあこうレパントの前にプレベザの海戦とかっていうのもあるんですけれども、レパントはスペイン対オスマン帝国であります。でアマルダの海戦は、イギリス対スペインっていうことになっております。これは何を意味してるかっていうと、ここの時代にですね、ヨーロッパ地図を書いたらいいんだろうけれども、そのヨーロッパっていうものが内部でドンパチやらかしてるわけですよ。また雑だな本当に。で、まあこの辺で、あ、これ地中海ですね。じゃあこれコンスタンティノープですよね。これなんかヨーロッパ雑で、これがスペインとかなんかあったわけで、こっちオスマン帝国ってやつあるわけですよ。前言いましたよね、1517年っていうのがどういう年かっていうと、ルターの宗教改革と、もう一つ、こっち側のイスラム世界においてマムルーク朝が滅亡した年であり、オスマン帝国が勃興した年であります。で、オスマン帝国ないし、そこに準ずるところのイスラム商人、ムスリム商人たちは基本ここの地中海経済について圧迫を加えてるわけですよ。そうしたら圧迫を加えてるっていう事情があって大航海時代が始まったわけですが、彼らの圧力っていうのは当然政治的な面でも強いです。だから地中海に対してどんどん波及を伸ばしていく、領土を取ろうとぶん取ろうとしていくオスマン帝国に対して、おいおい嘘だろ、ぶっ殺してやるよっていうふうに戦ったのがレパントの海戦であります。これで一旦ヨーロッパ世界はイスラム世界に逆襲をしたんですよ。これで喧嘩打ってね、なんかちょっと強くなったんですよ、ヨーロッパ世界。じゃあ今度ヨーロッパ世界の中の内ゲバドンパスですよ、中の。で、何やってるかって言ったら、今度イギリスとスペインがこの辺の地中海の覇権を巡った上でアマルダの海戦、無敵艦隊を壊すわけですよね、イギリスが。おーすげーぞイギリスみたいな形。それは、覇権国家の盛衰っていうようなタイトルの世界史を見通すっていうところでもやっぱり一旦取り扱ったんですけれども、なんて言うんですかね、覇権国家ってすごい、これ雑な捉え方したら、すごい雑な捉え方をしたらですよ、スペイン出てきた。で、オランダ出てきた。で、イギリスとフランスがドンパチやって、イギリスが勝った。っていうのが、まあ大体近世の一連のストーリーですよ、言うならば。まあその一連のストーリーを改めて頭に踏まえた上で、この戦争っていうのをすごい見てみると、非常にわかりやすいのですが、まあ最終的に総括っていう形で綺麗にまとめて、まあ個々の戦争を改めて把握しておきましょうか。
これ30年戦争です。30年戦争は知ってますよね。この戦争はあの、まあ、基本新教徒とあの国教新教徒と旧教徒の戦いでもありますし、新教徒派の諸侯と旧教徒派の諸侯が2人ドンパチドイツ国内でやったっていう戦争でもありますが、この戦争において何が一番大切だったかっていうと、フランスの宰相のリシュリューですか。フランスの宰相の リシュリューですよね。ちょっと自信ないや、合ってたよ、OK、リシュリューがフランスは本来新教、旧教徒国、カトリックなはずなのに、30年戦争ではプロテスタント側に味方したんです。これ宗教と政治分離したってことですよ。わかります?フランスが宗教的感情のもとで、なんかカトリック、おいおいって、なんかこうカトリック派の諸侯をドイツ国内に応援したら、ドイツどんどん疲弊していくじゃないですか。ただ、もっと国家を疲弊させるためには、その、ドイツの国内の諸侯の力を大体イーブンイーブンにすると、5対5でバーンとぶつかったらゼロになっちゃうでしょ。っていうことも踏まえて、フランスはそこで本来カトリックが好きなのに、プロテスタントの味方をした。リシュリュー、ルイ13世のところの最初。っていうのが、これ一つの転機でありますね。で、まあ、そういう30年戦争は展開してます。で、イギリスは今度、ここ、オランダ独立、オランダ独立戦争。で、オランダが独立して、オランダがなんか東南アジアの方でドンパチやってる、ドンパチっていうか、なんかすごい金儲けて、オランダの覇権だって言われるような、こういった時代があったんですが、英蘭戦争とか、こう、ファルツ継承戦争、まあないし、あの、オランダ侵略戦争とかも含まえて、イギリスとフランスが、あの、オランダに攻撃を仕掛けていくわけです。で、これファルツ継承戦争ですよね。ここら辺、このファルツ継承スペイン、ほんちゃら、オーストリア、シチリア戦争、ちゃんと言った方がいいんだろうな。ファルツ継承戦争とそれに対応したアメリカ大陸におけるウィリアム王戦争、スペイン継承戦争とそれに対応したアメリカ大陸におけるアン女王戦争で、オーストリア継承戦争とそれに対応したジョン国王戦争で、シチリア戦争とそれに対応したフレンチインディアン戦争っていうものが、この4つが大体まとめて英仏第二次百年戦争って言われるものであって、これらの戦争を通してあのイギリスはフランスに対する優位を確立していくわけです。それはヨーロッパ国内で沖縄行われている、まあ、これ一番最後で一番わかりやすいんですけれども、七年戦争においてもそうですし、アメリカ大陸におけるフレンチインディアン戦争においてもそうで、インドにおけるプラッシーの戦いにおいても、大体国外における植民地の全てにおいてで、ね、イギリスは勝利を収め、パリ条約を締結し、ここにイギリスの覇権が確立するわけです。まあ、そうしたこの流れですね、これバッツリ押さえといてほしいなっていうのを踏まえた上で、まあ、あとちょこっとだけ補足的に説明して、これ北方戦争ですね。あのスウェーデン、あのバルトバイの覇者って言われるようなスウェーデン、あのスウェーデンってあれなんですよね、木材とか鉄鋼資源とかものすごい豊富だから基本強国なんですよ。だから、まあ、なんか皆さん今スウェーデンで聞いたらなんかそう福祉とかそんなすごいなとか思っちゃうかもしれないんですが、当時のヨーロッパにおいて一つのパワーバランス、バランスオブパワーを、あの、勢力均衡の法則を成立させるくらいに影響力を持ってた国っていうふうに思ってください。それは30年戦争においてもスウェーデン国王がいきなり参戦してきたことからも分かります。で、まあ、こうした形でここでイギリスがあの覇権を成立させるわけですが、そうしたイギリスの覇権に対して一つの歌詞というか傷跡になってしまうのが、まあ、アメリカ独立戦争であります。で、アメリカ独立戦争っていうものがあって、これアメリカ独立戦争、今度フランスがガンガン支援するんですよ。イギリス苦しめ、アメリカ独立してって、あの、するんですけれども、イギリスがそこでアメリカの独立をあまりに支援するあまりに、国内の財政がおぼつかなくなって、重税化さなあかんな、どうしようなっていって、近代のフランス革命につながっていくっていう流れですよね。だいたいこれ、ザッっていうふうに、戦争の名前だけでしたけど、確認しました。あ、ここはなんかポーラバツって書いてますけど、これポーランド分割、ここでされてます。このポーランド分割の説明をするときには、絶対啓蒙先制君主っていうものを説明しなきゃいけないんですけれども、どうも啓蒙先制君主って、まあ皆さん、都大県やから知ってるやろうけれども、まあ、このビデオだけで勉強してたら多分まだ俺教えてないと思うので、まあそこもちょっと踏まえた上で、今、ごめんなさい、ちょっと、近世っていうものの特徴を触れました。で、具体的な事項と一応大きな流れを説明しました。これをもうちょっと統合した上で、もう一回説明します。では、次のビデオで。